相手は7戦6 KO のハードパンチャー、東洋太平洋ミドル級タイトルマッチ。控え室で打った麻酔の効き目はわずか30分。ただならぬ空気の中、決戦のゴングが鳴った。立ち上がり、いきなりチャレンジャーの積極的な攻撃を受ける。王者もボディ打ちですかさず反撃。穂積が KO を予告していた第2ラウンド、上から下、下から上へとパンチを散らし攻め立てる。だが予告の2ラウンド KO はならなかった。迎えた第4ラウンド、麻酔が十分に効いているためためらいなく左のパンチを繰り出す。ここで小泉が奇襲に出る。相手を惑わし強烈な左フック。タフな挑戦者をあと一歩のところまで追い詰めるが、無情のゴング。第6ラウンド、痛み止めの麻酔から30分以上が経過。チャンピオンの動きが緩慢になっていく。穂積の体が激痛に襲われていた。パンチ打てないんですもん。だってパンチ打てなくて打てないから痛いもんですか。パンチ打てないもん。世界へと続く道が霞み始めていた。そして第8ラウンド、穂積の熱き思いがついに爆発する。あの記憶を振り払うために、己に立てた誓いのために、常にやっぱ世界目指してるんで、世界に向けてのステップにしたいんで。8ラウンド1分6秒 KO 勝ち。穂積直孝、東洋太平洋王座初防衛に成功。